もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。昨年12月30日に歌手の八代亜紀さんが亡くなっていたと公式サイトで発表されました。昨年8月に膠原病と診断され活動休止を発表した八代さん、必ず元気になって戻ってきますので待っててね。また皆様とお会いできる日を楽しみに頑張りますとコメントしていましたが、急速進行性間質性肺炎のためお亡くなりになりました。そんな八代亜紀さんとの思い出を演歌歌手の伍代夏子さんが語りました。またデビューまでには売り上げをマネージャーが持ち逃げしたなどの波乱の人生があり、救ってくれた父との涙の思い出があるそうです。今回はこれらについて調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。歌手八代亜紀さんが昨年12月30日に死去していたことが9日公式サイトで発表されました。73歳でした。訃報を受け歌手伍代夏子さんが同日サンケイスポーツに追悼のコメントを寄せました。この春から始まる予定だったジョイントコンサートを楽しみに頑張って治療していたと伺いました。解放に向かっていると信じていたのでとてもショックです。あまりにも突然すぎて八代さんがいなくなってしまったなんてとても信じられません。また伍代夏子さんは10日水曜パーソナリティを務める NHK ラジオ第1ふんわりで八代亜紀さんとの思い出を語りました。子供の頃から八代さんのファンで、八代さんの担当ディレクターにスカウトされて同じレコード会社に所属していた伍代夏子さん、自身のデビュー当時を振り返り、今度デビューするんですって挨拶すると普通は頑張ってねって言うじゃないですか。だけど亜紀さんの場合は一緒に頑張りましょうねって言ってくださった。それを聞いた瞬間からこの人のファンでよかった、こんなに素晴らしい人なんだって私も後輩の方にそう言おうって思ったんですと八代さんの人柄を解雇、目線が上からの人じゃないんです、優しい、怒ったことを一度も見たことがなかったと語りました。私は八代さんと正反対で瞬間湯沸かし器と自虐する伍代さんは、ある時頭に来たことないんですか、怒ることないんですかと聞いたことがあったそうです。八代さんの答えは、どうしてなっちゃんどうして怒ることがあるの、みんな私のためにやってくれてるのよ。伍代さんは、確かにそうなんですよ、人としていろんなことを教えてくださる先輩でしたからみんな大好きでした。だから突然いなくなってしまってみんなぽっかりで信じられない気持ちでいっぱいと今の率直な思いを吐露しました。出身地である熊本県八代市が芸名の由来となった八代亜紀さん、71年にデビューすると涙恋、女港町、船歌などのヒット曲を連発。80年には雨の慕情で第22回日本レコード大賞の大賞を受賞。また13年にはジャズのアルバムをリリース。近年は気鋭のミュージシャンとのコラボレーションも精力的に行い、16年にはフジロックフェスティバルにも出演、ファン層をさらに広げていました。さらに画家としても才能を開花させ、フランスの美術展ルサロンでは5年連続入選という快挙も。その結果ルサロンではルノワールやモネラと肩を並べ永久会員として認定されています。歌うことも描くことも大好きだった八代さん、その人生に大きな影響を与えたのは父敬光さんでした。八代さんは父が水彩画を描く人で、私が 2,3 歳の頃から教えてくれて、休みの日は一緒に写生をしたりしていました。で夜は父の腕枕で浪曲を子守歌代わりにして寝ていたんです。おかげで私も歌好きに育ちましたと明かしていました。八代さんは小学校低学年の頃地元ののど自慢大会に出て優勝を果たすほど近所でも歌がうまいと評判の女の子だったといいます。一方敬光さん譲りのハスキーボイスのあまり、学校ではそんな大人っぽい声を出してはいけないと言われ、コンプレックスも抱えていたそうです。そのため将来は画家になるという気持ちの方が
強かったといいます。ところが12歳の時、ケイミツさんがジャズシンガーであるジュリー・ロンドンのレコードをジャケ買いし、ジャケットの写真が八代さんが幼い頃に描いていた絵の女性にそっくりだったといい、ケイミツさんは惹かれて買ったそうです。すると八代さんは自身と同じくハスキーな声を持つジュリー・ロンドンの歌声の虜になり、そこで歌手になる決意をしたといいます。八代亜紀さんの父親は熊本県出身で、母親は沖縄県出身です。お二人は20歳前後で駆け落ち同然で結婚され、一人娘の八代亜紀さんが誕生しました。そんな一人娘の八代亜紀さんを大事に思いながら、しっかりと人の在り方を自然と感じるようなご両親だったようです。そんな父の教えが、絶対にエコひいきはするなだったということ。そんな親の言葉を実感できる出来事がありました。八代亜紀さんの父親は、橋のたもとで住むところがなくなった人がいると家に連れてきて世話をしていたそうです。お父さんは、寒いでしょ、うちに来なせと言って連れてくるそうで、それも一度でなく何度も何度も連れてくると言います。連れてきていたのはホームレスの方で、お母さんはホームレスの方をお風呂に入れたり食事の世話をしたり、お父さんは洋服を着せたりと世話をしていたそうです。そして1ヶ月ほどすると、みんな礼も言わずに出て行ってしまうそうで、するとお父さんは、あのおじさんな、自分の住みやすいところに戻ったんだな、もうよかよかと、八代亜紀さんは不満一つ言わない両親に胸を打たれたと言います。そんな両親の背中を見てきた八代さんは、もう大尊敬ですと語っておられます。八代亜紀さんといえば、フランスの歴史あるル・サロン展に5年連続入選する腕前で、画家としても活躍されていました。八代亜紀さんのお父さんは、若い頃は画家志望だったそうで、その影響で小さい頃から英才教育ですごく描かされたといいます。休日には父と出かけては絵を描いたり、休憩の時には父のギターの弾き語りを楽しんだりしていたそうです。お父さんの若い頃は戦争で絵を描くどころではなかったので、娘に託したということです。八代亜紀さんが歌手を目指すきっかけとなったのは12歳の頃、父の買ってきたジュリーロンドンのレコードでした。八代さんといえばハスキーボイスです。これは父親譲りということ。八代さんにとって声に自信がついたのはキャバレーで歌ったことでした。八代亜紀さんの父親は運送会社を起こしていましたが、軌道に乗るまでが大変だったそう。そして歌手になって私が助けようと、中学卒業後15歳なのに18歳と嘘をついてキャバレーの面接を受けに行きます。そしてキャバレーで歌うようになります。私が歌い始めるとエコーがかかってフロア中に流れたんです。そうしたら全員が立ち上がってダンスを始めたの。お客さんがフロア中に集まって、その時に私っていい声なんだって初めて思ったかな。嫌いだった声が武器になるなんて驚いたわと、初めて自分の声に自信がついたそうです。八代さんはキャバレーで働いていることを父親には黙っていました。すると父親の会社の従業員がお客さんでキャバレーに来たことで父親にバレてしまい、お前はいつから不良になったんだと父親のビンタが飛び、東京で歌ば勉強したかと答えた八代さんに、ますます逆上した父は柱時計を投げつけたといいます。もちろん娘に当たらないようにです。そうすると母が、あんたこの子を殺す気ねと父の太ももに噛みついたそうです。父も譲らない、娘も譲らないという状況に父は、なんでそぎゃん頑固かと問いただし、父さんの子だからと八代さんが答えると、何も言えなくなり、その場は収まったということですが、出て行けと感動されてしまったそうです。この当時八代さんはバスガイドの仕事をしていたのですが、恥ずかしいという理由でバスガイドも辞めてしまいました。父に感動された娘を心配し、母親が東京目黒に住むいとこ夫婦に頼んでくれて、そこで暮らすようになります。八代亜紀さん16歳の頃です。しかし
そこは狭かったようで、4畳半に新婚さんと川の字で寝ていたそうです。心よく受け入れてくれたそうですが、さすがに気まずかったでしょうね。上京すると同時に音楽学校にも通っており、その頃に一度グループサウンズのボーカリストとして八代さんはデビューしていたそう。しかし全然売れなくて、音楽学校も月謝が払えずに辞めてしまったと言います。音楽学校も辞め、金銭面で苦しかった時期にある募集が目に入ります。それが当時新宿にあった美人喫茶というもの。そこでは当時のコーヒーが1杯70円ぐらいの頃に600円もするお店だったそう。そこでボーカリストの募集があったのです。お給料はバスガイドをしていた頃が7000円だったそうですが、ここではギャラが10万円ももらえたといいます。そうして歌っているうちに銀座のナイトクラブから声がかかり、今度はギャラが20万円。その後3軒ほど店を転々とし、最後はエースという店に落ち着いたそうです。しかし連日スカウトに追いかけ回され、周りにはレコード出しなさいよと言われるようになります。この時同じクラブで五木ひろしさんが歌っていたそうで、芸能プロダクションを紹介されたということです。そして八代亜紀さんは1971年、愛は死んでもでデビューします。デビューしようと決心したのには、レコードを出したら世の中の辛い思いをしている女性にも届けられると思ったからです。しかし2年経っても全く売れませんでした。そこで一大決心をします。八代亜紀さんは全日本歌謡選手権にチャレンジしました。これはプロアマ関係なく同じ条件で戦い、10週連続で勝ち抜かないといけない大会です。この大会で見事に10週勝ち抜きに成功。当時の審査員にはブルースの女王と言われた阿波谷典子さんが審査員でした。その阿波谷典子さんに、あんたの歌嫌いと言われ続けながらも勝ち抜いたと言います。その3ヶ月後にリリースした涙恋が120万枚の大ヒットとなり、歌手としての新しい道が開けた瞬間でした。そして上京から6年後にデビューを果たしたものの、思わぬアクシデントがありました。上京してやっとレコードが出た時、売り上げをマネージャーが持ち逃げしたことがありました。2000枚分の代金と100万円の借金が残って貯金もない。その時父が借金の肩代わりをしてくれたんです。父だって会社が大変なのに。そう話した八代さんは涙ぐみながら、男気があってかっこよくて頼れてまっすぐな人でした、本当にすごい人でしたと父慶光さんを称えていました。慶光さんは八代さんの歌手として成功するという夢をそばで支えたいと思い、運送会社を畳み東京で仕事をすることに。そして涙恋が120万枚の大ヒットになると大喜び。街で八代さんの曲を流しているお店を見つけると、慶光さんは最後まで聞いた後そのお店にお辞儀していたそうです。慶光さんは91年に亡くなりましたが、八代さんはずっと慶光さんの写真を集めたアルバムを宝物と呼んで大切にしていました。50年にわたる歌手生活を送ってきた八代亜紀さん、天国では慶光さんにその思い出を語っていることでしょう。ご冥福をお祈りいたします。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。